1917年、ボローニャでのイタリア初演のポスターつばめは、ジャコモ・プッチーニの作曲した三幕のオペラ。イタリア語のリブレットは、ジュゼッペ・アダーミによる。ウィーンで上演するためのオペレッタの依頼を受け作曲が、始まった作品で、最終的には、全三幕のオペラとして完成することになった。プッチーニ自身は、バラの騎士のような、あれよりもっと面白くもっと有機的なものと、 表現している。作品では、第二帝政時代のパリを、雰囲気豊かに描き出すためゆっくりしたワルツのリズムが多用されており、音楽は美しい叙情に満ちているが随所には斬新な和音が見られる。第一幕で、マグダが歌う、誰がどれったの美しい夢をが知られているのを別に、すると、プッチーニの作品の中では、上演機会が少ない部類に属するものの、 現在ではその価値が見直されつつある。ジュリアン・バッテンは、初めの二幕は、プッチーニの演熟したオペラ作品のどれにも引けを取らない地位を占めることができ、戦列着想の豊かさが新たな生命力で花開いたように見えるが、第三幕は、どの番も、物足りないと評している。南上年賞は、非常にコミカルな要素と、この上もなく、 感傷的な要素とがミックスされている点では成功しているが、その混合性ゆえに作品がポピュラーになるのが妨げられているとする。1913年に西部の娘の上演のためウィーンを訪れたプッチーには、カール劇場から作曲の依頼を打診されるが、10曲程度のナンバーをセリフでつなぐオペレッタの形式にあまり興味を示さなかった。しかし、 西部の娘に続くオペラの題材探しが、プッチーニの常として難航し、さらに、プッチーニの作品を一手に扱っていたリコルディ社の経営者が、ジューリオリコルディの死によって、息子のティートに交代し、プッチーニと圧力が生じていたことから、ウィーンからの依頼を受ける考えが芽生えた。当初は、カール劇場から提供されたビルナーとライヒエルトによる台本を、 アダーミがイタリア語訳し、1914年夏から作業が進められたが、リブレットはアダーミによって通作形式のオペラに仕立て直されることになった。完成が近づいていた1915年5月に、イタリアが第一次世界大戦に参戦し、敵国となったオーストリアでの初演は、困難な情勢となったため、初演は1917年3月27日に、 モナコのモンテカルロ歌劇場で行われることになった。イタリア初演は同年の6月5日にボローニャで行われている。上演を取り仕切ったのは出版に難色を示したリコルディ社の代わりに権利を取得した尊在におしゃげ、本作はプッチーニのオペラの中で唯一リコルディ社以外から出版された作品となった。初演は 成功を収めたが、イタリアで公演が始まると評論家からの不評を被ることになる。1919年にかけてプッチーニは作品を改訂し、1920年10月9日にフォルクス・オーパーで行われたウィーン書演では、この第二項が使われている。しかし満足しなかったプッチーニはその年に再び改訂を行ったが、この第三項は生前に上演されず、 第二次世界大戦の爆撃によって、ボーカルスコア以外は失われることになった。現在の上演では、基本的に初演時の功を用いる。シングルオーブ・オペラ辞典と、オペラ名曲百科を参照した。シングルオーブ・オペラ辞典と、作曲家、人と、作品、プッチーニを参照した。パリ、マグダの家のサロン。裕福な銀行家ランバルドの愛人として暮らしている。 マグダの家へ友人たちが集まり、詩人のプルニエが恋について話している。彼はピアノを弾き始め、自作のヒロイン、金ではなく愛を選んだドレッタについて歌うが、途中で詰まったところで、マグダがそれを引き継ぎ、学生に恋したドレッタに託して、自分の愛への憧れを歌う。ランバルドは彼女へ真珠の首飾りを贈る。マグダは女友達たちに、 かつてブリーエの店で恋に落ちた経験を話してみせる。ランバルドが友人の息子であるルチェーロを連れて入ってくるが、それと並行してマグダの手相を見ていたプルニエは彼女がいつかツバメのように海を渡って恋をすると予言する。ルチェーロがパリの夜を過ごすにはどこがいいかという質問に様々な提案が返ってくるがマグダの駒使いのリゼッテは ブリエの店がいいと言い、一同はそれに賛同する。客たちが帰った後、マグダは着替えのためお部屋に入っていく。プルニエが戻ってきて恋人であるリゼッテと戯れ、リゼッテはマグダの帽子を拝借して、プルニエと出かけていく。グリゼットの身なりをまとったマグダが登場し、ブリエの店での恋に思いを馳せながら出発する。ブリエの店。人々で賑わう店へ、マグダが現れ、 声をかけてくる学生たちをあしらいながら、一人でいた、ルッチェーロのテーブルに座り名乗らないままに話しかける。二人は会話するうちに距離が縮まり、ルッチェーロはマグダを踊りに誘う。ワルツが展開していき、その途中に、リゼットとプルニエが現れる。踊り終わったルッチェーロとマグダは愛を確信し、マグダはパウレッテ・ポーレットと名乗る。リゼットはマグダに気づいて驚くが、 プルニエは人違いだと言って聞かせる。ルッチェーロがマグダへの愛を歌い出し、他の登場人物や合唱が加わり、コンチェルタートとなる。突然、ランバルドが店へ現れる。ランバルドが事情を説明するよう求めるとマグダは、新しい恋をしてしまいもう共にはいられないと告げ、ランバルドは引き下がる。プルニエの指示で一度席を外していたルッチェーロが戻って、来て、マグダと共に店を出ていく。 海岸の家ルッチェーロとマグダは二人で幸福に過ごしているが、母親へ、金の無心と結婚の承認を求める手紙を書いたと、ルッチェーロが話し、マグダは未来を思って不安に駆られる。歌手になる夢を叶えられなかったリゼットが、プルニエと口論しながら登場する。再び駒使いとして雇ってほしいというリゼットの頼みをマグダが快楽すると、ランバルドは、 彼女のことを待っていると伝えて、プルニエたちは退場する。結婚を認められたと喜ぶルッチェロが現れ、彼の母親からの手紙をマグダは読み上げる。息子が低粛な妻を見つけて嬉しいと伝える文章を読んで絶望したマグダは自分の過去を告白し、彼の妻になるのにふさわしくないと告げて、すがるルッチェロの元から去っていく。ありがとうございます。